でですね1時間、生放送がっつり頑張っていきたいと思いますので皆さんよろしくお願いします。わー寒い、あー寒いなー、ねえもっと暖房つけてほしいです。もう本当に寒い。マックス？マックスですか？というのもですね、前回覚えてますでしょうか？ですね、渋沢千代対、スタジオ観覧プラス、ソーシャルストリームでこう皆さん見てくださってる皆さんとで10本はできなかったのか。でもまあ勝負をして、渋沢が負けてなんとビラ配り1000枚をすることになったんですけども。今日やってきましたよ。もうやってきました。寒いんです。だから私まだ寒いんです。もう冷え切ってますよ。もう本当にでね、まあ一人で1000枚は無理だということで、あのブログでね、お手伝いさん募集ということで来てくれた方2名ねえなんでだよ。私もう結構ね、なんで来てくれなかったの待ってたのに。あのね、まあブログとかで結構さ、見てくれたコメントとかも、ね、コメント2、30件とかあるから、あ、じゃあ20人ぐらいは来てくれるかなと思ってたんですけど、なんかね、おかしなことに。でもね、2名来てくださいましたよ。ありがとうございました。本当に皆さん、寒い中ありがとうございますということなんですけども、あ、ソーシャルの方も来ました。こんばんは、ありがとうございます。あ、ロメオさん1000枚ビラ配りお疲れ様。ロメオさん待ってたのになんで来ないんだよありがとうございます。2名で笑いって来てますけどおしょうさん待ってたのになんで来ないんだね。本当にね。でもあのね、6時から始まり、初めに、まあ、北参道の駅前はですね、まあ、ちょうどね、結構オフィス街なんですよ。どっちかというとオフィス街だったりとか学校とかが多いので、日曜日は人がいなくて、初め代々木駅前まで行ったんですよ。でもやっぱりちょっと人がいないなということで、みんなでね、山手線に乗って原宿に行ってきました電車移動、歩いても行ける距離なんですよ。でも、いや、時間がない、ま、生放送に間に合わない。もうね、ここはもう電車でもう移動が一番早いということになりまして、みんなで電車にで原宿に移動して、ダッシュで竹下口まで行って、竹下通りでね、配ったわけですよ。もう行けなかった。あ、モゲックスさんも待ってたのにな、まったく。もうそうなんですよ。もうね、ほんと気合い入れてましたよ、みんなで、なんとかね、1000枚いかなかったですよね。何枚ぐらい行ったんですかね、結局何枚、半分ぐらいはでも行ったんじゃないですか。500ぐらいは行ったんじゃない。500も行ってない。嘘。そうなんだ。あ、350枚ぐらいですか、大体。そうなんだ。私結構自分の、ね、自分に渡されたものが配り終わった時に終わったと思ってたんですよ、1000枚。300しか行ってなかったんですか。嘘あ、こんな待ってる。嘘、そうなの勝手に1000枚終わったと思ってました。あ、そうです、今ね、そうですね、書いてますよ。行けなかったモゲックさんとかね、九州からでもいいですよ、全然構いませんよ。カエルくん2名おーって書いてるね、ささめさんこんばんは。ぜひね、今度まだ残りがあるということなのでですね、今このソーシャルに書いてる名前控えておきますので、はいぜひね。ということで、本日のビラ配り、1000枚の罰ゲームだったんですけど、約350枚配り終えました。やったでもね、結構、興味持ってくれてる人がいましたよ、やっぱりね。そうですよね、手伝ってくださった方どうでしたか。そうでした。そうでですね、今日はね、
2名の、ブログでこういつも応援してくださってる方プラス手伝ってくれたなんとね素敵な女子がいますよ。呼んじゃおうか。ちょっと感想も聞きつつね。渋沢ジュニアたちジュニアたちでいいんですかねジュニアたちって呼んじゃいますけどね。ジュニアでなんか名前とかもね後々発表できればなと思うんですけど、とりあえずね、はい、こんばんは。どうもー。じゃあ椅子も1個あればいけるのかな。じゃあ後ろに大きな、あ、でも小さいですよねじゃあちょっと座ってます。いいですよ、座って。どうぞ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 。さあ今日はですね、なんとお手伝いしてくれました、この可愛い女の子が。はい、いきますか。じゃあ真ん中、真ん中にする、真ん中に行きますか。はい、どうも。じゃあなんと自己紹介の方お願いします。ななみです。ななみちゃん。りこです。よろしくお願いします。りこちゃん。れいなです。よろしくお願いします。れいなちゃん。あ、パチ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 来てますね。ありがとうございます。ということでですね、なんとね事務所の後輩であるこの14歳、はい、14歳に手伝わしちゃいました。捕まるかもしれませんねえ、どうだった。寒い中、しかもね生足だったのよ。生足で私なんかいじめてる気分になっちゃって。でも本当にね、どう、一番うまかった、一番配れた人リコちゃん。結構みんなね、私ね意外にねこうチキンハートでして、あのこう配るなかなかいけないですよね。人が怖いと思っちゃいましたけど、全然全然ね余裕でお願いしますって配ってくれましたけど、どうでした、もらってくれましたか。はい、ほら全然、私全然もらってもらえない全然もらってくれないの、おかしいんですよ多分。でも原宿の方がもらってくれた。はい、原宿、代々木行って原宿行ったんですけど、どう、手応え。代々木の方が、代々木の方がもらってくれた。あれ、移動ミスった。お手伝いの2名様、この子たちがお目当てだったのか。いや、そんなことないですよね。お手つき本当優しい方でありがとうございます。本当ね、みんな来てくれると思ったら来てくれないんですよ見てる方にあっかんべーしちゃっていいよね、ということでですね、今日手伝ってくれたこのね、かわいいかわいい、もう本当にもう感謝感謝ですね。あったかいものでも後で買ってあげるからねということでですね、ちょっと今日はね、一緒にね番組をせっかくなので、あ、えらいえらいって書いてあるね、えらいえらいって褒められてます。本当にありがとうございます。なんか先輩の罰ゲームに付き合わせてしまってね、寒い中確かにありがとうございます。本当にということでですね、今日はじゃあこの4人でちょっとワイワイやっていきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。イエイ。いやでも寒かったね。はいほんと寒かったよね。でも生足だったんだよね。はい、あとカメラ今日のファッションチェックしてみます。すごいの、いつもね過激なんですよ本当に。いつも先輩びっくりします。14歳の頃こんなんじゃなかったんで、ちょっと寒そう、これ肩も出てるしね。ちょっとファッションチェックしちゃいます。いつもおしゃれなんでね、ぜひぜひ。あ、来ましたカメラ。じゃあそっちに立ってもらって。ほんとこの格好でなんと14歳、ビラ配りしてましたからね。寒っこれ寒っ、寒いよね。でもこんどう、じゃあリコちゃんも次。じゃあリコちゃん、寒いよ。ほんとこの格好ですよ、肩は出ちゃってますよ。ちょっと寒そうでしょ完全に寒いよね絶対。じゃあちょっと次行きますか、レイナちゃんも。寒いのよ本当に、この格好で来てくれてましたからね。わー寒いなー、これはこれ生足でしょ、生足。パソコンが消えた、パソコンが消えた。わお、これでこれで寒くなかった、生足だよね、だよね、生足でしたからね。ということでね、ほんとこんな格好でたら、でももうもらってくれる人が多かったなって思う逆に。